指示化変更計画は、1889年に、刊行されたジュール・ベルヌの SF 小説。ポール・シフトを題材としており、ガツ世界旅行の続編で合わせて、大砲クラブものと呼ばれる。複数の一様多面体を発見したアルベール・バドゥローという数学者がベルヌに送った原案を元にして、書かれた作品で、前作では脇役だったマストンが主役になる。従来の、あらゆる火薬よりも、 はるかに強力なメディーコールメロナイトが登場する。なお、この世界は前日のようにガツ世界旅行と同一世界観だが、同じベルヌ作品でもハテラス船長の冒険については本文中の客中で北極点を目指した探検家のリストにハテラス船長がいないのは彼が架空の人物だからと別世界であることが明記されている。19世紀末のアメリカで 北極圏の領有を目論む団体が設立される。各国から競売のために様々な思惑を持った人物たちが集まる。北極の石炭交渉開発のためにかつて月世界旅行に使用した巨大コロンビヤード法の技術を応用して地軸を変更して北極を温暖化しようと試みる。ありがとうございます。